しっかりおめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合の振り返りをお願いします。たくさん雨が降った中でピッチ状況も悪くて、思った通りにはいかなかったんですけど、後半、やることを徹底して4点決めて勝つことができたんで良かったです。明日の意気込みをお願いします。明日はまた2試合あるので、しっかり全員で準備して2試合とも勝って1位で決勝に行けるように頑張りたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。